生きてき TV。 よろしくお願いします。ミカさん、はい、簡単に自己紹介をお願いします。心と体と魂のサポートをしているお仕事をさせていただいています。今はちょっとインスタをお勉強し始めまして、彩香先生のクラスに入って格闘している2ヶ月。投稿もできるようになったし、こうやってライブもできるようになったし進んでます、進んでます。ありがとうございます、うん。じゃあ私も自己紹介をさせていただきます。はい、SNS でどうやって理想のお客様と出会えるかっていうコンサルタントをしております。主にはこう起業初期の方っていうのがよくご相談にいらっしゃるんですけども、ミカさんは、まあ、これからインスタを使って集客をしたいっていうことで今4ヶ月講座に通っていただいております。じゃあミカさんの今のお仕事を教えてもらいたいなって思います。II講座っていう、簡単に、なかなか説明が難しいんですけれども、自分を知る講座なんですね。自分自身を知って、自分の無意識を意識化していくことによって、自分の天才性を発展させていこうっていう、ちょっと哲学ベースの面白い講座を提供しています。で、私も実はね、II ファースト講座っていうのを習っていて、で、いろんな本当に業種の方、いろんな職種の方、今こうサラリーマンとしてお勤めの方から、こう個人事業主、会社経営者っていう方、本当に幅広い方と私も一緒に今学んでるんですけど、なんか簡単に説明できますかね、どんな講座ですか？これがまた簡単にって簡単じゃなくて、当時ですね、47人クライアントさんがいて、私がそれまで学んだもの、提供しているものでは、どうにも膠着状態で夫婦問題が改善していかないっていう方たちがですね、II講座に参加したら、みんな変化が起こって、2年8ヶ月とか夫婦関係も膠着したまま、口も聞いていないとか、子供を電車バタのように夫婦の間で子供を介して会話をしているっていうようなご夫婦が、ママとパパくっついちゃダメって子供がやきもちを焼くぐらい仲良くなったりだとか、なんか旦那さんの方からなんか最近頑張ってるね、応援したくなった、何してるのとかって向こうから歩み寄ってこられたり、仲直りしようって向こうから言ってきたとか、まあ、本当にさまざまいろいろ変化がありまして、でだからといって改善した夫婦ばっかりでもなく、円満に本当にお別れになられて、新しいパートナーと元々の夢の結婚生活を手に入れた方がいらっしゃったりとか、自分が本当にやりたいのはこのことだったっていうことを見つけて、本当に自分のお仕事を確立していったりだとか、なんでこの変化が起きるんだろうっていうのが私自身面白くて、で、ハマっていったっていう。II講座は哲学がベースになっているので、なんかコンテンツだけを比べると、なんとなくどっかで学んだことがあったりだとか、知ってる知ってる聞いたことがあるとか、結局こういうこと言いたいんだよねっていうようなことばっかりだったんです、自分にとっても。まあでも一番はプログラムを作った堤に出会った時にですね、人、無意識に働きかけるので、分かんなくていいですよって言われたんですよ、講座が。分かっていって言って分かりたいじゃんって思って、それまでは分かりやすく、分かりやすくでなんぼだって思ってましたので、で分かりやすい講師が好きで、分かりやすい講師の先生のセミナージプシーをしては資格を集め、なんていうんです、再生しては、自分語に訳して分かりやすく提供できてなんぼだって思ってたのが、
分かりやすいのは悪だとまで言われましてね。そうなんだ、面白い。最初はアンチアイアイで、アイ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 って何よみんなアイアイってって思って見てたんですよ。本当に40人いる同期でアイアイに参加した人みんなキラキラ輝いて発展してくるんですよ。そうなってくるとなんか放っておけなくなって、でアイアイ講座って何って聞いた時に体験会があるよって言われて、で参加したのが初めて で結局これや最後までやんないと分かんないじゃんと思って半信半疑な感じだったんですけど、十何人か体験会に参加してた人たちがみんなやります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 って皆さん言われるのね。でその時に参加していた自分のセラピスト養成講座の塾長までそこにいたんですよ。すごくないですかこれって。塾長までもいて、で塾長のブレーンたちみんな参加するって言うんですよ。最初はアンチアイアイですから、終わると夜のクラスで向かいに居酒屋さんがあって、終わるとみんなでアイアイってさーって大体文句言ってわかりにくく、わざわざこんなわかりにくい表現しなくてもいいじゃんねとかって言いながら文句言って、でスッキリしてこういうことだねっていう自分の解釈を討論し合ってスッキリして帰るみたいな、そんな参加の仕方だったん で今思うと自分が知ってる知識のことにくっつけてこういうことだって解釈した途端に、あの人の脳って他の可能性探さなくなっちゃうんですよね。あ、これめちゃくちゃもったいない参加の仕方で、その分からなくていいですよっていうのは、分からないって思ってる時、人の、なんていうのかな、脳の中ではよく言うシナプスっていうのが伸びたり、どういうことなんだろうとかって探すので、なのでいつも使っていない領域が活性化されて、で、あの、くっついた時に、あ、分かったって、セレンディピティとかね、起こって、で、分かったとかっていうことになるんだっていうことが、だいぶ勉強して後から分かったんですけど、その時には全く分かんなくって。もともとミカさんはそういうなんか、あのブログ集客とか、あの、目指して、こう、成功もされてたんですよね。ブログ集客して、ね、一記事書けば、もう何十人も集まるような起業家さんでいらっしゃるんですよね、ミカさん自体が。そうですね。なんか、イベントしますとかっていうと、50人ぐらいの規模が30分ぐらいで、いっぱいになったりとか、うん、婦人公論さんっていう雑誌社から取材が来たりだとか、うんうんうん、ようやくなんとなく認知度が上がってきたかなっていう時に出会っちゃったんですよ、アイアイに。そうなんですよ、皆さん。すっごくもう集客に困らないレベルの起業家さんだったのに、それを、まあ、いわば、こう、ちょっと置いといてまで今 II 講座を学んだりで提供したりしてるんですよね。一番の決め手がミカさんから、その子育て中のママがその子供がずっとゲームやめなくて困ってたところを、その II の講座に行って、なんか子供が変わったっていう話してくれたじゃないですか。はいはいはい、あれよかったら詳しく聞かせてもらいたい、もう一回。それは今、あの、アヤティも参加してくださっている、アイアイファーストって、キッズに使いまして、うん、ママたちが自分のお子さんにリードしたいっていうので、リーダーさんになられて、自分のお子さんにリードし始めたんですね。で、やりたいことは何っていう問いに対して、ゲームってこと答えて、そのお子さんは。で、ママとしては、やりたいことがゲームで、それ頑張ってやりましょうねとは喜んで応援できなくて、でもしばらく経ったら子供が自分で丸と×と三角とつけた、その意味は丸はゲームをやっていい日で、×はゲームをやっちゃいけない日で、三角はちょっとだけやっていい日っていうのを自分でセットして、ゲームばっかりやると思いきや自分で管理し始めたっていうんですよ。すごいってそのママ思ったそうで、
自由にされると自分の中で不自由を作って管理しだすっていうようなそんなメカニズムかなと思うんですけど、小学5年生の男の子が毎日5時の門限を破ってた子がいたんだけど、5分前にカウンターオファーお願いしますとかって電話がかかってくるっていう。カウンターオファーって約束した約束が守れないって分かった時にいち早くあの約束した相手に伝えるっていうあの再契約を意味するカウンターオファーなんですけど、間に合いませんって言って連絡が来るようになった。そう、それが決め手で私的にも、はい、その、まあ、特に子供がもうあのテレビを見続けるとかゲームをやめないっていうような悩みはなかったんですけど、うん、まあ今後もしかしたらそうなる可能性もあるなと思って、で先に知っときたいと思ったんですよね、うん、どんなその声かけであったりどんなお母さんの態度でそうなるんだろうって思って、うん、私もその II ファーストの一番初級のところを学んでいる最中なんですけど、もうだって子供が自ら考えて自分から制約を作っていくなんて私は無理だと思ってたんですよ今まで、うんうん、だけど美香さんのその数々のお客様の事例を聞いて、何それ楽じゃんって思ってそうなんですよ、うん、だからもうそこをね知りたいと思って今学んでるんですけど、うんうん、まあね、まあちょっと難しい部分もありますね、一つ一つの質問がやっぱり初耳の質問ばかりなんですよね、うん、何を問われてるか分かんないっていう体験がある方が多いですね。そうですね、どういう意味のなのみたいな。そうです、そうです、すごいそんなこと考えたことないよみたいな質問をしてくれるからこそ人は考えるんだと思うんですけど、うん、その質問初めて人生のうちで初めてですけどっていうところからスタートするからやっぱり時間かかるんですよね、今まで考えたことないから、うん、でもちゃんとたどり着く、なんかガラッと変わりませんですよ、あいあいやってもなんか本当になんかでも明らかに何かが違うっていう変化が、でもその明らかに何かが違うっていうのがすごく大きくてですね、エビデス PP チャンネル登録お願いします。いただくー。